あのフッ素三宝様に恩があるから、うん、そこをちゃんとあの恩に報いないとダメって言うけど、うん、あの恩があるっていうのはその自分の人生を変えてもらったりとか、うん、っていうことですけど、うん、なんていうかな、うん、でも仏様って、うん、最初から、うん、あったもんじゃないですか、その南無妙蓮経という法は、うん、でそれに、うん、こう恩を返すっていうのはちょっと意味がわからない、意味がわからないところじゃないんですけど、うん、簡単さ、確かにあの重力とかも別にもともとあるから恩を返すのを返す、うん、それはさ簡単さ、あの左右の方、さっきのね、善悪は無始来の左右の方なりっていう、それで本当に仏様のその慈悲に良くしたまんまの状態が続いてれば、何も今頃うちらはいろんなことで悩んだり苦しんだりしない命になってたはずなんだよ。ところがその左右の方の悪の、 あの魔界の方にぐん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 引っ張られちゃってる 年限がほとんどなわけさ、まあ、ほとんどか、まあ、全部と言ってもいいんだよ、うん、で今の自分たちの苦しみってものはそこから生じてるわけ、うん、当たり前だと思って生活してるけど、うん、過去現在というか未来線に対して幸せな境界が全く想像できない、うん、来世のね、もうそれ自体が本当はもう魔界にとらわれちゃったんだよ、うん、それを仏様のご慈悲と仏様のその教えにそのまま素直に従って修行することによって三世に見通せる命っていうか、三世にわたっての幸福、絶対的な幸福の境地を得られるわけだから、それはまさにあの恩も感じなきゃいかんでしょうね。ほっときゃまたそのろくでもない普通に人間に生まれてくることですら保証されてないこの世の中のこの輪廻に巻き込まれてんだよずっと。で仮に人間に生まれたとしても、あ生まれました、だけど食って寝てそして子孫を作ってで死ぬんじゃん、で老いて病気になって、これをただただただ無意、もう無意にってな、何のこの得もなく繰り返すだけの人生が、それが三世にわたって最高の尊い心のまま生まれ死に生まれ死にできる境地へだんだん変われるわけだよ。そういうことをもって仏祖三宝に対して御本社徳をしなきゃいかんってことなんだよね。それを今出発 し始めたんだから、今すぐそれになってないからダイレクトに実感はないと思うけど、それはもっともっと進行していくとそういうことが感じられてくるわけだよな。そしたら自分なんかも入信する前なんか本当にまさにその根性で絵描きで有名になって、で女バーはべらして好き放題やってたよ、もうつみつみって葉巻吸って、そういう生活しか考えてなかったわけだ。でそれがまた成就すれば幸せだと思い込んでたわけだよ、うん、そんなあの若造がな、まあ、35年の信心によって本当の幸せっていうのはそんなもんじゃないんだと、そもそもはこの一生の間にどんなにそのあの有名になり、それからどんなに栄養映画にあの溺れるというか、それに栄光を浴びてもね、そんなものは一生でしょっていうことに気がつかせてもらっただけでものすごい感謝してるよ。長いなっていうことね、もう何度も言うようにそんなもんじゃないんだと、そっから先が死んだ後が、しかもそんなもの死んだ後はどうでもいいんじゃないんだと、ずっと自分ってものだけが続いちゃうんだと。豊田正史っていう名前だけは忘れるだけで、この俺って思ってるその俺ってものは続いちゃうんだから、別なものになったってなんだって続いちゃう。その中のたった根性一生だけでだけにしか捉えてなかった自分が、その先のことも真剣に考え本当に実感でき、しかもその、 あのご本尊様の中に死んだら入っていける、そして来生はまず間違いなくそう任界の着服をする子供になって生まれてきてっていうのは、ほぼこう確信できる命っていうか境界をいただけてきたと思うとね、いかにその浅はかだったかって思うわけだよ。昔それでも御所に書いてるんですか？あるよ、ほぼその具体的に、まあでもあると思う、あるよ、ないこと言ってないんだからね俺。だから
ご本尊様の中にあるあるある、日蓮入場のところなりってあるの。南無日蓮は諸仏入場のところなりって書いてあるんで、大聖人様は一切諸仏が入ってくるところであるぞって言ってんだよ。やっぱ文章あるよ、勝手に言ってんじゃないんだよやっぱり。